はいどうもポニャです。今日はですね、今日もですね回を使ってランクマをやっていこうと思います。相手はアクセルの方ですね。さあまた俺のアクセル戦をちょっとみんなに見てほしいです。割と自信あるんでっていうほどでもないけど、まあ結構いけるかなと思ってます。はい、カラーがかっこいいですね。うん、ちょっと自信あるっつって開幕前ジャンプはやってますね、だいぶ。あはは、もうちょっと自信あるっつって6回すら立ってねえもん。さあ、これ前出し。あ、もう本当に6回すら立てねえ。やべえ。廊下か、これが。あ、これはしっかり6回すらで。はい、おいしい。で、聞いたコンボ成功しない。ちょっともう死の、これは。いや、まだ死なねえや。死なないやつ、死なやつ、死なやつ。はい、ダメでした。はい、すいません。ちょっと本気出します、こっから。開幕は、エースでいきます。ほい。バックスか。なにそれ、しかも !FD 漏れした最悪。ゲージなかったから、カウントしてしまった。へぇー、あそこでアクセルボンバー出すんですね。初めてされたわ。やべぇ。あ、もうダメだ。6回すら片手ない。はい。これワンチャンありますよ、まだ。オッケー、ワンチャンある。ドラインで行くわ。ここは、ちょっとわかんないんですけど、ドラインの使い方。ここはさすがにドラインでしょ。あ、やべえ、出しなかった。うわ、ワンチャンあるぞ、マジこれ。ワンチャンある、ワンチャンある。ほら、やべえ、あ、ディッパー出なかった。ディッパー出てたら、これ勝ちあったんじゃないですか、ワンチャン。これワンチャンありましたね、本当に。さあ、ということで、自信満々にアクセル戦始めたんですけど、無事撃沈してしまいました。次は勝つ。最初負けても次2回勝てば、勝ちなんで。それでは、アクセル戦得意って言っていいですよね。うまい!うまい!はい、ダメだった。はい、マイピン。おいしい!これはしっかり、あー漏れたー。結構、美大系6入ってやると漏れませんか、ライド。俺だけ?6回ってやりたいですよね、本当は。フードルね、これ。おい、おいしすげえ。あいつら?もう一品。おい。なんだそれ!なんだそれ!アクセルボンバーを無敵技かなんかと勘違いしてるんじゃないですか。無敵ないぞ、それ。ピチピチ。6回。ダメか。飛びます。暴れ潰し。オッケー、美味しい。ほい、美味しい。これしっかりセイクで割りたい。オッケー。壁割りはね、基本セイクリッドエッジですね。死なないときは相手がフドル投げ。オッケー。まあ、もう一回勝てばアクセル戦得意って言ったの嘘じゃないということになりますんで。いい勝負でした。はい、まあ得意っちゃ得意ですけど、まあ得意ってほどでもないですけど、まあ、他キャラより自信あるかなってぐらい。あー、 FD 漏れが多いな今日。あー、めっちゃ走ってきた。これアクセルだから通る投げですよね。アクセルとかラムとか、まあ、カイもその部類なのかな。マジで立てねえ。やべえ、これが廊下か。廊下現象。あー、やべえ、本当におじいちゃん。なんだかんだ俺もギルティやって7年ぐらいになりますからね。まあ、まだギロジとは程遠い年齢ですけど、年齢だし歴だし。でもまあちょっと最近老化を感じつつある。こういうのとかね、6回すら本当に立てねえもんだって。お、立てた。やっぱ俺若かったわ。やっぱり俺若かったです。あー、もうダメだ、これ通る。やべ、やばい、これちょっとアクセル戦得意じゃない俺。やばい。あー、ダメだ。あー、もうちょっとすいません、アクセル戦僕苦手です。なことない、アクセル戦得意俺。なんだこのダッシュ、間違った。でもワンチャンあるぞこれ、本当に。また本当にワンチャンあるぞこれ。ね、これさ、やっていい、ため出すと。かー、甘えた。
やってしまいました。はい、やめとけよかったのに。ということで僕はあのアクセル戦は得意じゃなかったということですね。はい、ということでもう一試合いきます。はい、ということで、次はディキンソンですね。あの世界一わかんないキャラ来ました。多分100回も対戦したことないんじゃないですかね、ディキンソンとは。それは持ってるかな。でもなんか俺の記憶だと50回ぐらいしか対戦したことない、ディキンソンとは。基本あのはめられて切れてます、ディキンソンには。今日は切れずに頑張りたいと思います。開幕足払い、ダメだったわ。あ、これね、ジャンディが本当にね、あの切れポイントですね。あははは、分かったよ。じゃあジャンスするわ。多分ねこれ分かんないですけど、垂直ジャンプジャンスとか置くのがいいのかなと。あー、これあの飛び狩りですね。そういうのは知ってます。ただ知りました。知っててもの負けたら意味ないです。しかもほぼパーフェクトっていうね。開幕どうしようかな、これ。ちょっと垂直ジャンプいきますね、もう一回。ほっ、もう一回、くそ、打ってこいよ。よし、これ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 、もうこれでしょ多分。これね、離します。ほら抜けれるっていう。これ最悪ガードされてもあのあんまり角が痛くならないんで、結構こういうのはなんかちょっとした対策は知ってるんですよね。ちょっとした対策は。ただあのベヒモスの有利不利とかが分かんないっていう、そこの対策はしてないっていう。あー無理か、これ。こっちでしょ。うわー、何、立派話します。はい、このゲームの闇。うっ、オッケー、危ねー。ほぼほぼパーフェクト返しってか、パーフェクトか。開幕どうしよう。2敗すらしてみる。ダッシュ2敗、一番欲張ったリターンの取り方したのにダメだった。うお、マジか。ディキンソンやっぱでかいな。これ離します。オッケー、逃げた。飛ぶ。いやー、ちょっと分かんない、分かんないから離した。雑なね、雑な勝利。分かんないからね、しょうがない、雑になってしまう。さあバックステでしっかり。うわ、マジか、間に合い、うおっ、やりすぎ。フードリック、おいしい。ワンチャンあるか、ワンチャンねえか。あー怖い、あー待って、なんだこのコンボ、うますぎる。ちょっとドライン来ます、わかんないけど。いや、ここはドラインでしょやっぱり。どうしようこれ、これ。いや、ほぼドライン関係ねえよ。なんならこれライドでよかったですね。うん。が、あの、あれ、なんだっけ、ビダチャージスタンやろうと思ったんですけど、あの、ちょっとあの、欲望がね、これ通れば勝てるやんと思って出てしまいました。ライドでよかったです。まあ、ただやっぱかっこいいからね。うん。かっこいいって大事ですからね。お、差し返し、綺麗に決まっていく。これ、離す。そう、これでいい。もう一回。なんも良くなかったな。ちょっと消えちゃいましたね。本当はね、こんな格好痛くなる予定なかったんですけど。すげえ、空中で。前ジャンプする、前ジャンプする。バックステ？オッケー、どこ行くねん。オッケー、綺麗な地獄。これさっき離されたよ、離さないか。なんじゃそれ、すげえな、そういう F 式みたいなのあるんですね。多分初段で崩れてたから今意味なかったんですけど、 F 式どうこうみたいな。多分 F 式ですねあれ。初めて見た。おっ、今日おいしい。これダウン取れないような。あー、やっちまった。うん、離そう。おっ、オッケー。このジャンディキャンセル偉すぎでしょ。結構ねポチョ戦とかもこういうジャンディキャンセル入れ込んでたりするんですけど、今のは偉いですね。ディキンソンで初めてこんなのやった。もしかしたら総裁するかもなって思ってやったのが功を奏した。これさすがに打たないよな。打つんだ、マジ。飛ぶばじゃ、そう、あの昇竜拳を嫌がってガンガードしたら今度飛びが通るっていうね。うん、これ割と対策かもしれない。やっぱり浅いながらに、浅いながらにディキンソン対策してます、しっかり。いやー、今差し返したかったな。でも分かんないんで、とりあえず話します。あ、もったいね。おっと、金 S で対空、渋すぎるでしょ今の俺。ほっ、
ほっ、おいしい、これ勝ったでしょ。オッケー、危ない危ない、なんだかんだ勝てますね。大体俺いつもディキンソンにボッコボコにされてるんですけど、なんだかんだ勝てますね。ハンバーガーおじさん、開幕どうしよう。もう一回2杯、だいぶ欲張ってんだけどなぁ。いや落ちねえ、本当に落ちねえこれ。ほらもう一回2杯起きってなかなか害、あ、危ない危ない、2杯起きってなかなかあれですよね。なんて言うんだろうちょっと今汚い言葉吐きそうになっちゃった。汚い言葉以外の語彙力ないんで、なんて言っていいか分かんなくなっちゃったなかなかやんないっすよね。さあさあ仕返し、普通の下段下段、オッケー、ジャンピー大きい、ジャンディ対策分かんないんで、とりあえず適当に空中に技を置いてます。にゃーダメか、ボクシングする、うっ、あ、差し返したかった。いや、これまた来るだろう、F 式。いやー、なんかずっとユーリフレックス、今の。6回スラジャー、ダメか。いや、リスクゲージエグいんだけど。あー、崩されたロバル。やばい。地獄のベヒモスタイム、始まろうとしてただけど、普通に負けた。開幕どうしよう、これ。もう走るかなんならもう。行くぞ、俺。何？その足バタバタってやるの何それ、金月立ち系何なんだろう。おいしい、これ6回できるでしょ。うわーマジか、跳ね返ってこないか。まあまあまあ、でも結果オーライですね。もう一回フードリックは、バヨミ、おい、オッケー。いやー、ここライドじゃなくてセイクが正解でしたね。最適解はセイクリップエッジですね。さあ開幕どうしようかな。ほっ、開幕じゃねえや、1攻め、ほっ、オッケー、うますぎって思うじゃないですか。うまいって思うじゃないですか。これ、あの、入れ込みです、ただの。はい、ということで、ちなみに入れ込む意味はなかったです、ね。かっこよかったから。うん。かっこいいって大事ですからね。かっこいいは大事なんで、入れ込みました、はい。ということで、今日のね、動画はね、こんな感じになりました。アクセル戦、得意なアクセル戦とか言って、アクセル戦には、勝てなくて、ディキンソン戦には勝てましたね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。